編に引き続きメタルギアソリッド5ファントムペインの E3 2015特別プレイ映像をお届けしよう。後編スタート。 Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. このミッションの目的は敵部隊の対象、ターゲットを排除することだ。だがこの MGS5 では目的を達成する方法は一つではない。ターゲットの殺害のみならず、プルトン回収、ヘリに乗せて離脱、地上でも敵のホットゾーンから連れ出せば排除は達成となる。まずはバディを切り替えよう。 DD は回収して1回休み。初の紹介となる D ウォーカーだ。D ウォーカーが到着するまでにこのミッションの詳細を確認しておこう。なおこの映像は英語版だ。そのため英語音声、英語字幕仕様となっているが、日本版の製品には日本語音声が収録されている。本編で会えるのを楽しみにしているぞ。D ウォーカーが来たぞ。二足歩行兵器 D ウォーカーは万能型のバディだ。カスタマイズの仕方によって戦闘と潜入、それぞれに特化した機体にすることができる。直接乗って操縦することもできるぞ。さあ行こう。今回のターゲットは能力も高そうだ。回収して俺たちの仲間にしよう。そうだ、さっきスナイパーライフルの開発資料を手に入れたな。早速こいつを開発して使ってみよう。開発した武器は場所を指定すれば届けることができる。この場所が偵察するのに良さそうだ。ここに落としてもらおう。ここに向かっている間に支援も到達するという段取りだ。 D ウォーカーにはいくつかの移動方法がある。まずは二足歩行で移動する歩行モード。これが車輪で移動する走行モードだ。歩行モードは小回りが利き、走行モードではより速い移動が可能だ。また車両と同様マップを見ながら移動もできる。You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. よし、ポイントに着いたな。まずはスナイパーライフルを取得。ターゲットの場所を偵察してみよう。Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. It's a sniper. It goes without saying that he'll try to spot you from long range and pick you off. And stay out of his field of vision.Or you could take him out first. When firing from long range, you need to calculate bullet drop. A shot that travels further than your weapon's effective range will land lower than the crosshair. Great job! 見事だ、ボス。今のはタクティカルテイクダウンだ。長距離からのヘッドショットなど難易度の高い方法で敵を倒すと評価も高くなる。これはミッションクリア時の報酬にも反映する。ぜひ挑戦してほしい。スナイパーを倒したおかげでこのルートが進みやすくなったはずだ。マーカーを設置、こっちから潜入していこう。 D ウォーカーは移動中の静音性に優れている。潜入時も敵に見つかりづらいはずだ。そっと背後から近づいて、D ウォーカーのアームを使って CQC をすることもできる。このアームで敵を掴んで運ぶこともできるぞ。双眼鏡を覗いている時、画面の左上にインテルレイディオ情報無線のアイコンが出ることがある。押してみてくれ。Anti-air radar.
Neutralize that, and our choppers can breathe a little easier.今のはオセロットか。情報している相手にこのアイコンが出たときは、無線で追加情報を聞くことができる。あの対空レーダーを破壊すれば、味方のヘリを近くに降ろせるようになる。だが破壊すれば爆音で敵にも気づかれる。今回は静かに行こう。マップを見てくれ。情報班による事前情報で敵が多いことは分かっている。だがまだ情報班のレベルが低いせいか精度が良くないな。こういう時は D ・ウォーカーの出番だ。索敵モードを命令。 D ・ウォーカーが周囲をスキャン。これで敵の位置が正確に分かったぞ。端末を開くとより正確に敵の位置が確認できる。Начали раздавать щиты, они полностью защищают от пуль. Даже гранат. Неплохо. Но их наверняка на всех не хватит. Конечно. Щиты раздают только тем, кому это нужно по заданию. Как всегда, хорошего всегда не хватает. Это точно. Ладно, я пошел. Those enemy soldiers are using different gear than before. Maybe trying to put up some resistance against your tactics.You might not do so well sticking to the same moves. Think carefully. 敵の装備が強化されているようだな。それまでのプレイの進め方によって敵が対抗手段を講じてくることがある。戦略を変えて敵の裏をかくか、さらに腕を磨いて敵の対策を上回っていくか。一度攻略した敵の拠点でも油断はならないぞ。よし、敵を捕らえ目立たない場所に移動し尋問するんだ。Okay, your map information's updated. The map has been updated. ターゲットの位置が絞られた。そこに向かおう。ターゲットはここ、現在地はここだ。 Subject on board. Leave the rest to us. You have arrived at your destination. Is that him?Take a good look at their faces so we can ID the targets. Analysis complete. That's the target. Looks like we found him. Target を捕捉。Analysis complete. 一人だけやけに重装備の兵士がいるな。相手にするのは厄介だ。あいつには見つからないように行こう。嫌な思い出が蘇ってきた。ヘルメットでカキーン。そして見つかる。見張りが邪魔だな。アナライズしてみてくれ。能力はしょぼいな。回収には値しない。無力化してやれ。敵は気絶だが、このままでは怪しまれる。重装備の兵士も近い。どこかに隠そう。これでいいだろう。ターゲットは建物の中。入るぞ。中は死角が多い。クリアリングを慎重に。敵。あ、いや待て。
敵が開発したおとりデコイか。これもプレイヤーの行動に対する敵の対抗手段の一つのようだ。コード貸してくれるな。放っておいても害はないだろう。いたぞ、ターゲットだ。ずいぶんくつろいでいるな。シフト交代で休憩中か。よし、たっぷり休め。ボス、I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does knocking him out. こいつは後で連れて行くとして。カセットテープも回収しておこう。いいぞ、脱出だ。さっきの重装備兵か。一旦戻るぞ。囲まれたか。身動きが取れないな。いいぞ、シールドだ。これで突破できるか。スモークグレネードで視界を遮り、よし、いいぞ。こちらには暗視ゴーグルがあるからな。今だ。危ない。ロケットランチャーか。いいぞ、奪ってやれ。よし、そいつはさっきの対空レーダーだな。敵の防空網をそいつで確保しているんだ。対空レーダーを破壊したことで近くに味方のヘリが呼べるようになったな。だが敵の砲撃が止まない。このままではやられる。そんな時はVウォーカーを使うんだ。この隙にヘリを呼ぶんだ。装甲車、敵の増援か。ヘリが来るまで持ちこたえるんだ。Go!
さすがに硬いな。味方のヘリが来た。もうすぐだ。頑張れ、ボス。おお、ディウォーカーがやられた。一旦退避させる。ボス専用のディウォーカーは特別カスタム。この世に1台しかない。強制離脱、修復する。回収はこちらから自動で行う。ん？この曲は。ヘリが到着した。いいぞ、ヘリからの戦闘支援だ。今のうちにこの場を去ろう。よし、ランディングゾーンに向かうんだ。こっちにも敵が。気を抜くな。敵の戦車だ。味方のヘリが落とされる。急げ。おのれ、これでも食らえ。やったぜ。なんとか脱出できたな。目的も達成、ミッションクリアだ。さて、今回はここまで。数あるミッションの中から一つ、さらにその攻略方法のほんの一例を紹介した。他にも全く見つからず、一人も殺さずクリアすることも、ダイヤモンドドッグスの戦力を結集してクリアすることもできる。無限の戦略はプレイヤー次第。ボス、次はいよいよあんたが作戦を決行する番だ。伝説を残してくれ。ありがとう。メタルギアソリッド5ファントムペイン、発売はいよいよ9月2日だ。プレイステーション。